攻めの IR マーケットブレイクスルー、キャスターの山田幸美です。コメンテーターの桜井英明です。今回ご紹介する企業は株式会社マリオンです。スタジオには代表取締役社長福田圭司さんにお越しいただいております。福田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくどうぞお願いいたします。マリオンさんといえば、首都圏を中心に、居住者向けの不動産賃貸、あるいはサブリース、そして管理サービス、ここに加えて、不動産の証券化サービスなどを提供している企業さんです。まあ、最近では不動産クラウドファンディング事業等々、新たな展開、証券化商品の新たな展開も手掛けておられますから、まあトラディショナルな不動産業務から最先端の不動産業務を手掛けている企業さんというふうに考えてみております。今回はそんな不動産の精鋭組織についてじっくりお話を伺っていきたい、こう考えております。この後はマリオンの歩み、主な事業内容について詳しく伺っていきます。この番組はSBI 証券の提供でお送りします。改めまして、攻めの IR マーケットブレイクスルー、今回お話をお伺いするのは株式会社マリオン代表取締役社長福田圭司さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ではマリオンの歩みについて簡単にご紹介いたします。1986年、東京都新宿区にて株式会社マリオン関西を設立。2005年、マリオンボンド第1号を販売。2015年、ウェブ申し込み型不動産証券化商品サラリーマンボンド1号を販売。2018年、東京証券取引所ジャスダックスタンダードに上場。2019年、完全ウェブ完結不動産クラウドファンディング証券化商品アイボンドの発売を開始しました。では福田さん、御社の事業内容をご紹介ください。当社のビジネスモデルは、まずここの不動産市場から不動産を購入する、この不動産売買という、この当社としてはこのサービスなんですが、不動産市場から不動産を購入したところから始まります、はい、でそれを一旦不動産賃貸に回しまして、ここからが二手に分かれます。一つは銀行ファイナンスによる中期長期の収益物件として持つ、はい、この固有勘定で持つということですね。これは完全に銀行ですから間接金融になります。でもう一方、ほぼ半分だと思うんですが、クラウドファンディング、要するに匿名組合、これは国交省の法律によって作られております、不動産特定共同事業法という法律に基づいて、それを証券化しまして、これは匿名組合勘定で持ちます。でこれは こちらの本体の固有勘定とは分別管理になっております。分別管理になっておりますが、ここで持ちまして、ここにあの要するにプラットフォームがありまして、お客様とはこの、本当にスマホから入っていただいて、これを購入いただくという格好で、これで不動産を持つ、どちらにしても賃貸がそのベースになっているわけです。社長、先ほど私冒頭で、はい、まあ、トラディショナルな不動産業務から最先端の不動産業務までっていうご紹介をさせていただいたんですけども、はいはい、まあ、トラディショナルの部分というのは、まあ、不動産賃貸っていう部分で分かってまいりました、はい、一方の最先端っていうところのお話も頂戴できますでしょうか。ここのところなんですね、はい、このところがですね、和合で言って恐縮なんですが、平成の7年にですね、不動産がみんなフリーズした後、国の方も流動化といって、不動産を流動化しなくちゃいけない、その中にいろんな法律を作りました。流動化法といって、その中に不動産特定共同事業法もあった。我々の規模でやれるのはその辺が身の丈かなと思って、当社はそこに出たんですね、はい、でそこに出てこれでやったのがですね、やっぱりここも向こう政府の方も当局も特別法、要するに不動産の言ってみれば、なんですが、普通の今までの不動産の、はい、法律の上に特別法として不動産特定共同事業を乗っけてますので、そこのところはですね、また未整備の部分もあったので、はい、その時の法
法律の範囲でできる方法というと、当社はマリオンボンドといって、はい、年限が決まっていて不動産を特定して、まあ、1個あるいは2個それは1段のものにしていいんですが、それを決めてそれで何年、例えば5年もの、はい、3年もの、そういうことになっていたんですね。そういう約款ができた。それが徐々に変わっていって、改修をしながらだんだん時代に合わせていったところで、はい、これがマリオンボンドから今度はサラリーマンボンドに変わっていくわけですね、はい、サラリーマンボンドというのは最後の最後までは全部電子式ではできないんだけど、申し込みとか重要説明事項はこの中で法律が良くなったと、まあ、そういうことでサラリーマンボンドと称してやったんですが、これは、半分がリアル半分がデジタルというところでございます。世間に先行したのがまずサラリーマンモードです。そうなんです。それはもう電磁式でうちが初めてだと、はい、で言わんや今回このアイボンドに至っては、はい、もう申し込みからもう最後の契約までまた全部スマホで、もちろんパソコンでもできますけど、端末から入って端末から出られる。でうちのこの商品のいいところはですね、もうエンドレスなんです。オープンエンド、はい、要するに時間がない。で普通預金のようにいつ入って出てもいつから入ってもいつ出てもいい。それはみんなスマホでできてしまう。それが追加型ですから、どん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 一番最初のマリオンボンドのように限定しなくて次から次とやっていくから、ボリュームはもう大きくなっても何ら構わないという、はい、まあ、そういうものでございますので、今後ですねこのアイボンドというのは不動産本位の要するに、まあ、言ってみれば商品というふうになって、まあ、安心感を与えている。これがアイボンドということになって進化をしてきて、法律も進化しましたけど、それに合わせて範囲でできるように当社も進化してきたと、まあ、こういうのがここのところの不動産証券化サービスの流れでございます、はい、常に最先端を追いながら商品も進化してきた、はい、これが証券化の流れだということですね、はいはい、続いてはこちらのトピックです。ここからはパフォーマンスオーバービュー、マリオンの業績について伺っていきます。では新型コロナウイルス影響下での状況も踏まえてお話しいただきたいんですけれども、まずは2019年9月期の通期業績の振り返りからお願いいたします。それでは2019年9月決算期からご説明したいと思います。これはもう全くコロナウイルスはもう全く関係ない、今で言えば前期となりますからでございますが、その前期はちょうどここに出ております。とここに出てます。こっちが売上高、こちらが経常利益と利益経常年における利益率が出ております。このグラフとが一緒に出ておりますが、まず売上高は27億3500万円、営業利益は6億円、それでなおかつですね経常利益は3億2100万円というふうになっております。年間のですね当社の配当成功は、一株当たり30円をもうこれは実施済みで実施しましたということで、この要因なんですが、もうこれはコロナとは全く関係ないんで、うちの先ほど申し上げた三本柱の中の賃貸、ここがですねもう事業の経理が長いので、ここをだいたいワンルームマンションというよりも単身者専用に扱っております。そこにですね地方公共団体の方たちの東京の宿舎ということで、個人別に契約ではなくて県あるいは市の契約をいただいておりますので、そういう安定した顧客層を持っておりますので、この数字というのが安定して入ってくるというそういう状況でございます。それでは続きまして、今度は2020年今年の9月期のこれはもう予想になります。売上高は36億円を予想しております。それから営業利益は、5億7千、それから、経常利益が、3億4千、それで、純利益は2億2千を予定しております。でまた配当成功のはそれほど変わらず、まあ、1株30円程度を目指しております。配当金が30円と30円1株当て、はい、で、今回はこれはちょうど半期、これ半期までの状況を示しております。これもそうなんですが、第2クォーター3月の末だったんですが、はい、偶然にもコロナがまだ本格化しないで、うん、あれは4月の7日の、はい、例の緊急事態宣言、あれ以降変わるんで、その前にこれ決算終わってますので、まあ、それはあんまり反映されていない、うん、
ここの賃貸のところがですね 85%、 証券化サービスがだいたい 40%、はい、40% これとこれはですねほとんど賃貸ですから、どちらにしても。だからそうすると全部でまあこれ1038あるうちの、まあ合計は1311ですね。その 85% がもうほとんどこれとこの、あのコロナにあまり影響の受けないところで、住居と駐車場ですから、はい、受けようがないんです。で受けたのは多少受けてますけど、店舗と事務所と、まあ、そりゃそうかなという、そう思いますが、そういうところですね。そうなんです、はい、それでこの店舗事務所というところは本当に 15% 程度で、こちらで 85% ですから、最初に予定をした、予想をあまり修正せずに、あの今期いけるなというふうに考えております。またそういう見通しを立てております。ということは全体的に考えていくと、まあ、商業ビル、商業案件は少ないですし、コロナに対しては非常に強い体制を持った、うん、そうです、物件群だと。そうですね。続いてはこちらのトピックです。ここからはフォーカス、マリオンの強みに焦点を当てます。では御社の不動産事業の強みについて教えてください。当社の強みというのはやっぱり地方自治体を持っていて、この入居率が抜群にいいということなんですね、はい。このよく下がるところってこれ何かというと、その3月の入れ替え戦やるところなんです。引っ越しの時期ですよね、引っ越しの時期ということになるんで、はい、まあ、年に必ず あることなんですが、その他はもうほとんど97% 以上、これほぼ 100% に近い、要するに内装したり、それからいろいろ掃除したりする時間が入れ替えの時期という、そういうことでありまして、今後この強みというのは地方自治体のパイプをして大きくする、はい、それからもう一つはボンドの方ですね。このアイボンドは地方自治体の人たちの職員の方も言われるのは、うちの方の要するにだんだん過疎化しているところにもこのマリオンボンドを持ち込んで対象物件を送りしてくれないかという要望もあるんで、はい、やっぱりそうするとこのアイボンドというのは今後広がるこの乗り代は随分あるなという、これ強みだな。これ社長、地方創生化にもつながる仕組みだと。なんとか県はなんとか県の中でお金回す、みんな多くの預貯金を集めてみんな貸せる東京だとか、はい、大阪にみんな持ってって貸し付けて、だいたい店舗があるのは貸し付け店舗じゃないですか、はい、そうじゃなくて中で、まあ、地産地消という格好でお金もやったらば、ここはまた反映するんじゃないか。僕このコロナは全くそういうところの反転するもしかすると意味がある、はい、もうズームだとか、ね、本当にウェベックスだとかいろんな格好でですね、チームだとかそういうんでもうみんなこれやってるわけですよね。何もここに遠隔でいても仕事ができるようになる、はい、もちろん結果主義ですから、結果の出ないものをそれやってもしょうがないんだけど、そういうものでなっていくと地方に快適に住みながら仕事ができる、そうすると地方創生にもでアイボンドでその物件を創生してあげるっていうのは、これはいいな、これはいいと、ということで、もう要するに地方自治体が強い、賃貸ではボンドではそういう地方へも出られるし、これを広げる、これにはやっぱりプロモート、要するにマーケティング、プロモートが大事だな、まあ、これを今これからやる、そうすればボンドは強みになる。あとは社長、登録商標等々も結構お持ちになってますもん、これは強みですかね。リアルエステートクラウドファンディングっていうこの言葉自体がうちの登録商標なんですよ、はい、そうなんですか。そうなんです、はい、だから皆さんどうなってるかと、不動産クラウドファンディングって言ってるんです、はいはい、あれはリアルエステートが使えないからっていうのは当社の、はい、ですからそういう格好になってますが、そういうものをいくつも持っている。それからさっき言ったアイボンドもそのとプラットフォームにはどんな素人さんでもパフォーマンスが分かるように、それでまた危険になっていくとアラームが鳴るように、はい、どんなようにそういう表示システムのビジネスモデル特許が組み込まれてるんですね。そういうものの特許とか、それからそういう商標登録、こういうのをうちかなり取ってるのは、これ遠い将来このアイボンドがうんと伸びていった時に、やはり法律で保護されている知的財産というのはしっかりここで確保しておくことは大事だろうな。これはやっぱり当社はまだ中小でございますので、やっぱり大きい大手がやろうとした時にも、やっぱりここは一つの鎧兜になるんじゃないかという、そんな思いで。しかし社長、それはせんべいをつけてきたことの裏返しが登録商標がたくさんあるって話ですよね、はい、そうなんですね、もういっぱいあります。例えば年金サプリ、はい、介護サプリ、はい、サプリというのはサプリメント主たるものは国がやるべき年金でしょう。だけどそれだけでは足んないから、サプリメントとして
マリオンボンド、あるいはサラリーマンボンド、アイボンドでサプリメントを作ってください。で、年金サプリ、介護サプリ、そういうものもみんなうちの商標登録になっているわけですね。ここで現状の経営課題についても教えていただけますでしょうか。はい、承知しました。経営課題としましては、あのボンド、これを知らしめないといけない、はい、これは大きな課題なので、これはもう完全に桜井さん、マーケティング、はい、とそれからそのプロモーションだと思いますので、これはあのうちにそれが内製化できてませんので、これは結局外注になってしまうけど、まあ、そこら辺をあの大いにこれからやっていって、あの当社のこれを課題と今考えております。この後は S 耳コーナー、そして今後の展望も含めさらに詳しく伺っていきます。SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする、せーの、 S 耳コーナー。さて稲葉さん、今回のテーマは何ですか？今回は投資信託の簡単積み立てアプリをご紹介します。高須さんも投資信託の積み立てを始めたんですよね？私も S 耳コーナーで勉強して投資積み立てやってますよ。積み立ては一度セットしておけば、あとは定期的に買い付けをしてくれるので簡単ですよね。そうですね、積み立ては長期投資に有効な手法ですので、ある程度ほったらかしでもいいですね。でも今どんな状況か気になりますよね。気にはなるんですが、正直めんどくさくて私何も見てないんですよ。毎日見る必要はないですが、定期的に状況は確認した方がいいですね。そんな高須さんは簡単積み立てアプリを使うと便利です。自分が持っている投資信託の運用状況や次回の注文予定日までの日数、必要な金額が一目で分かります。あと自分が何を積み立て設定しているのかなどもすぐに確認ができます。これはとっても便利ですね。さらに資産推移チャートもあるので、保有商品の今までの動きも見ることができます。いろいろな機能があるんですね。この簡単積み立てアプリを使って購入などもできるんですか？はい、簡単積み立てアプリでは新規の積み立て設定も可能です。みんなが積み立てをしている投資信託のランキングや条件を絞って気になる投資信託を探せる検索機能などがあります。各投資信託の実績や評価なども確認することができますので、いろいろと情報を見ながら購入したい投資信託を決めて積み立ての設定ができます。このアプリさえあれば投資信託の積み立て設定や資産管理はバッチリですね。早速私もダウンロードして使ってみます。皆さんも簡単積み立てアプリを使って賢く資産管理と積み立て投資の一歩を踏み出してみてください。 SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする S 耳コーナーでした。ここからはネクストアクションズ、マリオンの事業展望、そして成長戦略を中心に伺っていきます。では今後の事業展望を含めまして、マリオンの次なる戦略教えてください。この図を見ていただければ分かると思うんですが、当社の中期成長、要するに、まあ、展望も含めてなんですが、一つで言えばですね、 Y イコール AX プラス B の一次方程式にイメージはなっているんだろうなというふうに思います。先ほどあのと一番当初に見せた 3つの柱の中で、長期中期所有物件でベーシックインカムを取ります。これで大体あの採算分岐は取れておりますので、この B のところが出てきます。でこの伸びは不動産のこのアイボンドで、今マリオンボンド、サラリーマンボンドもありますけど、あれは配当が非常に高くて当時は良かったんですが、今あれはとてもできないので、今アイボンドに修練させようとしております。これがあの Y イコール AX、 この AX のところで、この伸びはこのマーケティングによってここが大きく変わると思うんですが、これでこれを変えていってうちの成長戦略にする。これはさっきのアイボンドの、まあ、プラットフォームを象徴しておりますが、スマホからもやれるという、こういうことで、これが当社の、展望であり中期成長を目指すところでございます。このコロナのこの状況がですね、またこの今、金融緩和の上に第2次第3次の補正まで加えると200兆のお金をまた追加している。これがですね、どうなるのか。今株価はそんなに落ちてないんですよね。平成バブルの崩壊、これは完全に資産崩壊でございました。それから、リーマンショック、これは完全な金融システムの崩壊なんですが、今回は崩壊ではな、何崩壊したか、生活というか
まあ言ってみれば需要が蒸発しちゃったんですね。お金なくなったわけじゃない。そこに200兆が入ってるんですよ。そうすると今はこれだけど、また動き出せばこの資本は暴走するはずなんで、その時にまた不動産がどうなるか、その手前でどうするか、こういうところが、どういうふうにそれに対処するか、これをよく注視しながら臨機応変の、対応をしていかないといけない。またコロナがどのぐらい長く続くのかって、こういうことも考え合わせる。これを合わせて事業展望を引いて、いるわけでございます。個人版シボリートというこういううちのマリオンといえば個人版シボリート、シボリートといえばマリオンということのこの業界での地位の確立というか、こういう事業的なこの確立ポジションをポジショニングをしたいなということも展望の中に入ろうかと思います。実数として不動産クラウドファンディングの、例えば累積の出資金でいくと127億、そうですね、約もうアイボンドが入ってますから、それを起こしてると思いますけど、今は123億ぐらいが、当時やっておりました。今度はアイボンドは一口1万円からですから、一口1万円からなので、これは、非常に何て言うんですかね、誰でもができるということで、もう普通預金と一緒にしたいなというふうに思うぐらいでございます。シボリートという言葉も出てきましたけども、その先に例えばそのデジタル通貨だとか、そういった新分野っていうのは社長の頭の中でどうお考えになりますか？そうなんですよ。これは歴史的にですね、昭和21年1945年2月の16日というこの特別な日に何があったか。それまでに日本は終戦の前にですね、戦時国債っていうのをたくさん出しちゃってハイパーインフレになっちゃったんですね。そのハイパーインフレの火消しは何にしたかというと、新円切り替え、今までのお金もう使っちゃダメよと、新しいお金を使いなさいということで、新円切り替えた時に国民は誰一人文句言わない。なぜならば、だって戦争に負けたんだもんっていう一億総懺悔の話があったから、これで良かったんです。今回今ももう今1100兆ぐらい出てる国債にさらに上積み200兆やる、何百兆、これ本当にどうなるだろうっていうのはみんなが不安なところですよね。そうすると今度もし新資源切り替えやったら、本当に今度は負けてるわけじゃないから、今度は文句出ます。もうそうすると今度国民はそりゃいいけど、その管理通貨、要するに勝手に日銀さんがどんどん真夜中も吸ってるこの管理通貨でいいんですかっていうと、じゃあ昔要するに第一次世界大戦前まであった金本位、なんか本位をください、なんか元になる保全を何もちょうだいよと、それに合わせて出してくださいって言った時、不動産が裏付けになる。今もう全国どこつつ裏裏まで全部固定資産税の評価額なんです。その分だけお金は出せるはず。そうすると裏付けのあるお金を出しますよということになると、不動産本位ので今ですから、もう本当にこれは一緒に紙でお札をするのもあるでしょう。でも一方もうこのデジタル化したお札になる、その前にトークンという疑似通貨があると思うんです。その一部が仮想通貨でも、仮想通貨には裏付けがないんです。だから裏付けを不動産にすれば、不動産は当然ながら疑似通貨トークンを越して最後はこのデジタル通貨になっていく。それはその原型というべき、あん時そうなった時は原型というのもしかするとアイボンドだね、1M アイボンドは当社はマリオンですから 1M コインとして1円イコール1円とする。そうするとですね、本当にこれを瞬時に どこでやっても出る、人口が減ったら居住用ダメじゃないかとよく言う人がいるんですが、でも1日に20万人ずつ人口増えてるんです。グローバルではほとんど東南アジアとアフリカですが増えてる。だからそういうところでこれをやれば、先ほど桜井さんに言われた通りインカムのみならずキャピタルも取れる、そういうことになる。このアイボンドはもうぜひですね、これから先大いにもしかするとこれそうなってくと、もしかするともし新資源切り替えたら国家プロジェクトになる可能性もある。いやこれは社長面白いですね。不動産打艦通貨っていう発想って、そうです、斬新ですよね。それは私言ってるんですか。この特許取っといた方がいいかもしれない。そこまではいいんですが、とにかくそういうことで何か本意になるものがないといけないだろう。だって金だって今グラム6000とかなんとか言いながら、あれ僕950円の時も知ってましたからね。だからあれもでも不動産もなるかもしれないけど、それを本意にするっていうのはとても大事なところじゃないかな。それが通貨になってデジタルである、瞬時に送れる、こういうことはとても大事になってくる時代が大きく来るんだろうと。そのためにさっき言った特許
それから、鎧兜になる商標登録、こういうのは先んじて取っておくことは非常に大事なことだろうと、こういうふうに思っている次第でございます。よくわかりました、はい。ここからは番組宛に届いた質問にこの場で企業にお答えいただく教えて一問一答です。リモートワーク環境下でありながら福田社長自ら定期的にブログの配信をされていますが、ブログが継続できるポイントやモチベーションなどあったら教えてくださいと届いております。私長くブログはやっております、はい、応援の拍手があったり応援メッセージがあったりいいねがつくと、なんかこうこれ書かないとなんか裏切るのも嫌だなっていうような、そんな感じで、うん、まあ、継続性というか少々の脅迫観念を持ちながらやっているというのが実態じゃないでしょうかこの度は貴重なお話をありがとうございました。桜井さん、マリオンのお話を伺っていかがでしたでしょうか。そうですね、不動産っていうものをコアにしてそこから派生する大きな未来っていう発想が多分社長の頭の中にまだまだたくさんあるんだろうなということと、まあ、経営に必要な要素の一つとしてやっぱり歴史感覚と時間感覚ってのあると思うんですけども、その辺を捉えながらの発展を遂げてきているなっていうことと、進化したマリオンの姿っていうのを見てみたいなっていうところがありますよね。だから最後にいろいろ伺っていて感じたことは、マリオンさんの物語はまだまだ続くということかと思います。まあ、これまでの実績というのに加えて本当にその柔軟性とか積極性というのを強く感じましたよね。そうですね、まあ、初めてやるっていうことが多かったですし、はい、だから不動産という狭いフィールドにとどまらないっていう部分がね、素晴らしいなと思いました。攻めの IR マーケットブレイクスルー、次回もお楽しみに。この番組は SBI 証券の提供でお送りしました。